皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今回はですね、α7S3 のレビューをしていきたいと思います。付属品とかはですね、前に上げた動画を見ていただければいいかなと思いますね。今回はですね、機能に関してのレビューになります。はい、はい、早速ですが、背面がですね、こんな感じになってまして、11個ですね、カスタムボタンを割り当てることができます。これはね、写真と動画別で割り当てることができます。はい、で今回のね、目玉機能はですね、なんといってもこのバリアングル液晶ですね。はい、はい、で側面から見た感じがこんな感じなんですが、バリアングル液晶をですね、回転させても、一番上のですね、マイク端子が根元の部分はね、干渉しなくなってますね。はい、はい、で左側がこんな感じになってまして、右上がですね、先ほどのマイク端子、その下が USB Type-C 端子、その下がマイクロ USB 端子で、左側が、HDMI の Type-A の端子になってますね。はい、はい、で右側がですね、メモリーカードスロットが2つついてまして、 CF エクスプレスタイプ A と SD メモリーカード、 UHS-2 に対応した SD メモリーカードが2つ、共用で挿すことができるようになってます。ただですね、これが結構使いづらくて、 SD メモリーカードを入れるときはね、こういう風にね、表面じゃなくて裏に返して入れないといけないですね。 CF エクスプレスは表でいけるんですけども、これ逆の方が良かったんじゃないかなと思いますね。ちなみにですね、 GH5 と GH5S は表向きに入れることができます。こっちの方がですね、明らかに使いやすいかなと思いますね。はい、はい、でセンサーがこんな感じですね。さすがフルサイズ、かなりでかいですねこれね。ちなみに APS-C がこんな感じになってます。でマイクロフォーサーズの GH5 がこんな感じのセンサーになってますね。はい、で3つを比較するとこんな感じになってますね。結構違いますねこれね。はい、で大きさの比較をしていきますね。左からマイクロフォーサーズ APS-C フルサイズですね。こう見ると α6400 が異様に小さいですねこれね。はい、で右側から見た感じがこんな感じになってますね。まあ新製品だから言うわけじゃないんですが、くぼみがねボコッとへこんでるので、握りはですね α7S3 が一番握りやすく感じました。はい、はい、続いてはですね、 α6400 との背面の比較ですね。こう見るとですね、ボタンの数とか結構違いますね。ダイヤルの数も違いますし、 EVF もかなりでかいですからね。はい、はい、で続いて重さですね。これはですね、 SD メモリーカードとバッテリー込みの重さですね。 707g ですね。続いて α6400 ですね。はい、こちらがですね 421g、 かなり軽いですね。はい、で、最後にですね、 GH5 ですね、こちらがですね 731g となってます。なので α7S3 の方が 24g ほど軽いです。はい、はい、では実際の運用として、大人気のですね 24mmF1.4GM を載せた状態で、測ってみました。これはですね、健康のバリアブル NDX ですね、 77mm の可変の ND フィルターも込みの重さになってます。はい、結構まあ軽めなんじゃないかなと思いますね。フルサイズにしたらね、レンズ込みとか ND フィルター込みでこれですから。で上から見た感じがこんな感じになってますね。やっぱし右下の GH5 みたいに左側にダイヤルついてるとね、いいんですけどもね、ちょっと左のスペースが寂しいかなと思いますね、 α7S3 ね。はい、はい、でこれがバッテリーの比較になります。やっぱしですね、 α6400 よりも電池の持ちがかなり良くなってますね。でサイズもですね、 GH5 とか GH5S のバッテリーよりも小さめになってます。はい、はい、で続きましてシャッター音ですね。これは連写で試してみました。はい、こんな感じですね。はい、で続きまして GH5 ですね。はい、こんな感じですね。最後に α6400 です。こんな感じですね。はい、で α7S3 には ZV-1 に搭載されていた手ブレ補正のアクティブが使えるようになってます。はい、はい、では、手ブレ補正切った状態で、歩きます。両手持ちですね。両手持ちどんな感じですかね。結構雑に歩いてます。あの手ブレ補正かなり切ってるんで、よいしょ、水たまりあるな。こんな感じですね。はい、はい、では、手ブレ補正スタンダードですね。でいきます。はい、これも両手持ち手ブレ補正、スタンダード。結構雑に歩いてますね。どんな感じで映ってるでしょうか。はい、続いてはですね、手ブレ補正、アクティブですね。はい、アクティブいきます。
はい、どんな感じで変わってるでしょうか。見えてますかね。はい、結構雑に歩いてますね、これも。はい、これがテーブル補正、アクティブですね。はい、はい、で3つ比較してみた感じがこんな感じですね。手ブレ補正なしとスタンダードはなんかあんまり変わってないような気がするんですけども、アクティブになるとだいぶ変わりますね。はい、これもうちょっとゆっくり歩いたりするともっといい映像が撮れるんじゃないかなと思いますね。ただね、ジンバルにはさすがに負けますね。はい、でこちらがですね 24mmF1.4GM を使った静止状態の手ブレの状態ですね。はい、静止だと全然綺麗に撮れてんじゃないかなと思いますね。十分使える映像だと思います。はい、50mmF1.4 の手ブレ補正ですね。手ブレ補正はスタンダードかなしてます。アクティブじゃないです。はい、結構止まってますね、これ見た感じ。うん、結構まあ使えるんじゃないかなと思います。はい、はい、続きましてテーブル補正アクティブですね。はい、どんな感じで映ってますでしょうか。あんまりね、多分動いてなかったら変わらないと思いますね。うん、思います。はい、でこれが比較してみた感じですね。こう隣り合わせで見るとですね、やっぱしアクティブすごいですね。でアクティブはクロップされるんで、やっぱクロップされてる影響か、やっぱテーブル補正は強力になってるかなとは思いますね。はい、録音レベルマックス、録音レベルマックス、どんな感じですかね。音割れてます。結構うるさいかもしれないですね。はい、録音レベル15ですね。半分にしました。はい、録音レベル15、どんな感じに聞こえてるでしょうか。録音レベル15ですね。はい、はい、PP なしのデフォルトですね。はい、どんな感じに映ってますでしょうか。 PP なしデフォルト 4K30p です。はい、はい、続きまして、ピクチャーフロファイル1ですね。はい、ピクチャーフロファイル1、あんまり変わってないさっぽいけどね。うん、どんな感じになってんのかちょっとわからないですね。はい、はい、ピクチャーフロファイル2ですね。うん、どんな感じで映ってますかね、これピクチャーフロファイル2。はい、ピクチャーフロファイル3ですね。ピクチャーフロファイル3、あんまり変わってないような気がしますけどもね、見た感じね。うん、シャッタースピードとか F 値はそのまま一緒です ね。はい、続いてピクチャープロファイル4ですね。ピクチャープロファイル4、これもあんまり変わってないような気がしますけどね、小さい画面で見てたらあんまり、分かりにくいのかもしれないですね。はい、はい、ピクチャープロファイル5ですね。はい、ピクチャープロファイル5になってます。はい、露出はねちょっと微妙に変わってますね。うん、 F5 ですね。はい、で、シャッタースピード125分の1、 ISO 80ですね。はい、ピクチャープロファイル6ですね。ピクチャープロファイル6、はい、どんな感じで映ってますでしょうか。はい、ピクチャープロファイル6になってますね。はい、はい、ピクチャープロファイル7ですね。はい、これかなりちょっと暗くなってますね。全く同じ設定でやってるんですけども、で、ISO 感度がですね、拡張 ISO の160になってますね。はい、はい、今度はですね PP7 の拡張 ISO を使わない ISO640 ですね。はい、ISO640 です。 ISO640 が下限になってるので、こんな感じですね。露出はですねプラス2になってしまってますね。結構白が飛んでる可能性はあります。はい、続いてですね、ピクチャープロファイル8の拡張 ISO を使った160ですね。はい、これ拡張 ISO になってます。はい、露出はですねプラス 1.7 になってますね。はい、同じ状況で撮っててプラス 1.7 ですね。 F5 シャッタースピード125分の1。はい、はい、続いて、PP8 の拡張 ISO を使わない ISO640 ですね。でこちらはですね露出がプラス 2.0 になってますね。はい、他の条件は一緒です。はい、続きましてですね、PP9 の拡張 ISO を使った最低 ISO160 ですね。 ISO160 プラス 1.3 になってますね、露出は。はい、他の条件は一緒です。はい、今度はですね、PP9 の拡張 ISO を使わない640ですね。 ISO640 露出がですねプラス 2.0 になってます。はい、他の条件はね一緒ですね。はい、
はい、で最後がですね PP10 ですね。こちらは拡張 ISO を使わなくても80まで、落とせるので、ISO80 ですね。で ISO80 でも露出がプラス 1.0 になってますね。はい、でその他の条件は一緒です。はい、はい、で動画の形式がですね 4K フル HD あとオールイントラも撮ることができますね。これね、はい、はい、で 4K はですね 120p まで撮ることができます。はい、これが 4K30p 撮りたい場合はこっちのモードですね。はい、 XAVC-S かなの方ですね。はい、で続きましてこちらがですね 4K120p で撮った映像なんですけども、 30p でシーケンス作って4倍スローになってるのかな。はい、なのですっごいキーとかがゆっくりゆっくり動いてますね。これなんか面白いですよね、これね。はい、でこちらがですね同じように 4K120p で撮って4倍スローになってるのかな。すごい水がポタポタゆっくり落ちてますよね。これまあ 24p でシーケンスを作って 120p にすればねもっとスローにできますね。あとフル HD であれば 240p まで、スローにできますね。で 4K120p はクロップされるので、そこがですね注意点ですね。 10% だったかな、クロップされますね。はい、はい、で α7S3 はですねこのようにですねタッチパネルに対応します。はい、このようにですね結構感度めっちゃいいですね。少なくとも GoPro Hero 9よりかは明らかにいいですね。でこういう風にいろいろ連打してもほらすごい切り替わりが早いんで、すごいサクサク選ぶことができますね。はい、で α7S3 にはプロ機種設定にも対応してて、例えば 4K などの重いデータで編集するのは難しいようなノートパソコンとかで、効果を発揮するのかな。軽いデータで、記録することができますね、同時にね。はい、ただまあ 4K60p でねデスクトップパソコンだったらね普通に編集できるので、まあ、これはノートパソコン用かなとは思いますね。はい、はい、で他にもですね便利な機能がありまして、こういう風にね録画中にですね強調表示のね項目があって、それをね、入れるとですね録画ボタンを押すとこのようにね赤枠で囲ってくれます。これ結構便利ですね。はい、電源ついてる時に、SD メモリーカードのスロット上げてもエラーは出ないですね。はい、で、下のですねバッテリーのボタンもこれ開けても特にエラーは出ないですね。はい、はい、続いてですね録画中ですね。はい、録画中にですね、これを開けても特にエラーは出ないですね。はい、で、ここですねこの下開けても特にエラーは出ないですね。はい、はい、で続きまして暗所性能の比較をしたいところなんですが、ちょっと時間が長くなりすぎたのでちょっと別の動画に分けようかなと思います。で α7S3 だけの暗所性能を見ていただければいいかなと思いますね。他と比較するようでですね F2.8 で、撮ってますね。はい、でマイクロフォーサーズが F1.4 で APS-C が F2.0 かななんですけども、今回はちょっと S3 だけの動画になります。α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度3200、 ISO 感度3200。 α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度6400、 ISO 感度6400。 α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度12800、 ISO 感度12800。α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度25600、 ISO 感度25600。 α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度51200、 ISO 感度51200。 α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度102400、 ISO 感度102400。α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度204800、拡張 ISO 204800。 α7S3 シャッタースピード60分の1、 F2.8、 ISO 感度409600、 ISO 感度409600。 α7S3 シャッタースピード60分の1、 F1.4、 F1.4、 ISO 感度409600、 ISO 感度409600。
はい、で α7S3 にはですねクリエイティブルックっていうモードもあってですね、いろんな色味で写真を撮ることができますね。これで簡単に白黒とかセピアで撮ることができます。はい、クリエイティブルックはですね全部で10種類あって、ST がこれですね、はい、で PT がこんな感じになってますね。まあ、今日はですね台風になっててすごい雨とか降ってたんであんまりねいい写真ではないんですけどもね、まあこんな感じですよっていう風に見てもらえればいいかなと思います。これちょっとサイド濃いめですね。でちょっと明るめになってっていう感じかな。パナソニックだとねビビットとかモノクローム L とかなんかそういう系で分かりやすい名称なんですけども、これ英語2文字とかなんで結構分かりにくいっていうのはありますね。はい、でこれが SH っていうやつですね。はい、で次がですね、モノクロがこんな感じになってますね。はい、で一番最後がですね、セピアがこんな感じになってます。はい、ちなみに GH5S のセピアはこんな感じですね。これ結構いいですよね。はい、で GH5S のモノクロがこんな感じになってますね。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。これ当日ね外撮影しに行った時に、直後はね晴れてたんですけど途中から雨降ってきて、で雲もねすっごい出てきてあんまりねいい写真撮れなかったんですけども、まあ、今後ともですね、まあ、α7S3 であったりとか α7C を持って、どっかねいろんなとこバイクで行こうかなと思ってますんで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。で商品レビューもいろいろやろうかなと思ってますし、今回ちょっとこの動画でできなかった α6400 と GH5 と GH5S と α7S3 とで、暗所性能の比較しようかなと思ってますんで、もしよろしければそちらも見ていただければいいかなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。